ここは鳥取県で最も東の駅、若狭鉄道若狭線若狭駅です。画像は取り忘れたので、ウィキから引用させていただいています。クリエイティブコモンズの引用表記って、これで問題ないですよね。岡山県津山駅から鳥取駅までを結ぶ、インビ線というなんかスケベな名前の路線。その途中、八頭町工芸駅を起点として、若狭町若狭駅に至る全長 19.3km の若狭線は、昭和5年に国鉄線として開業しました。沿線に特にこれといった街もなければ名称もない若狭線。しかし、若狭の奥にそびえる氷ノ山は、森林資源が豊富で、将来的にはこの山の幸を運ぶ貨物路線として活躍するだろうと期待されてもいました。最終的には兵庫との県境にそびえる氷ノ山を越え、山陰本線八日駅に達する予定でしたが、そこに至る前に、鉄道の時代が終わっちゃったために、その延伸計画は幻と消えてしまいました。それどころか、もう鉄道路線としての役目は終わったとして、鉄道界の死の宣告こと赤字83線にリストアップされてしまい、昭和62年、JR 西の路線になって早々に、経営から切り離されてしまいます。ただ若狭は豪雪地帯でして、冬場は代行バスの運転がままならんからなのか、第三セクター若狭鉄道が経営を引き継ぐことになりました。若狭駅構内には、あのように鉄オタホイホイが設置されています。どうせ SL 置いとけば客釣れんだろという考えで置いたんでしょう。その通りです。ただ保存されてるだけの SL なら、全国に無数にありますが、ここのはなんと動体保存であり、しかも、定期的に体験運転会まで実施しています。料金は1万円。こんな現実的な費用で SL を運転させてもらえるんだから、鳥取に旅行に来たらやるべきじゃないですかね。ただ、さすがに石炭を炊く、本格的なことまではできないようで、圧縮空気で疑似蒸気を作って動かすみたいです。奥に見える青いのは、JR 四国から取り寄せた12系客車。全国のイベント列車でこき使われる形式ですね。ただ、定期運転はしてないっぽくて、ボロボロになっていました。5年前、社会実験と称して、12系客車を使った SL 列車を若狭線本線で運行したようですが、おそらくそこで芳しくない結果が得られたのでしょう。以降、SL 列車は定期観光列車に昇格するということはなく、若狭駅構内を往復するだけの、しょっぱいロコモティブをやっています。まあ、大半の SL 列車が運行するだけでは赤字らしいんで、仕方ないです。手前にある鈴木のバイク列車は、また後で解説します。今から乗る列車はこれ。これデザインしたの水戸岡英二さんなんだろうなぁと、なんとなく思いましたが、車内には消臭力くらい水戸岡臭が漂っていました。こんな鉄オタ1年目のにわかにすら水戸岡英二だと直感させてしまう。水戸岡英二ってのはお化けデザイナーなんですね。水戸岡デザインが嫌いという人もいるそうですが、私は大好きです。赤字に激しい亜鉛声を上げていた若狭鉄道は、平成30年より2年と7000万円の時間と金をかけて、3両の機動車を昭和をテーマとして観光列車に魔改造しました。そのうちの一つが、この八頭号だというわけです。床や窓枠の木目調、下級国民におあつらえ向きな直角のシート、二段窓と電球色の車内灯が、いつの日か見た古い列車の車内に似ている気がします。扇風機があったら完璧でしたが、さすがにそこまでは無理だったっぽいです。ところで、なんで昭和をテーマにした観光列車を3両も投入したのかというと、この辺り一帯は、昭和時代を思わせる風景が数多く残されているからなのだそうです。それとおまわじもこの辺は田舎臭いって見せてねえか。あと設備がいつまで経っても更新されることがなく、昭和一桁時代に建てられた駅舎が、今もなお使われ続けていることも由来だそうです。お金なかったんだね。12系客車もそうだと言っています。この田舎臭い、お金ないというマイナスポイントを、昭和レトロという言葉に置き換えて、プラスに展示させたのが、この八頭号と、その仲間たちだというわけです。最初に投入されたのが、青色の昭和号、その次に、赤色の八頭号が投入され、今年の春投入されたばかりの、投入直後にあれが起きてしまったかわいそうなやつが、緑の若狭号です。みんな乗りに来てあげてください。この昭和シリーズは功を奏したようで、現在、順調に営業利益を上げているようです。というか、なんなら黒字を達成しました。一時は三軸転換時に赤字補填用にと補助された基金すら底を突きかけて、いよいよ廃線かというところまで追い込まれながらも、ここまで回復できたことには感服いたします。若狭鉄道が言う通り、若狭線の沿線風景は、こんな感じの閑静な田舎がずっと続きます。そして、特に何か特徴的なものがあるわけでもなく、観光地とか景勝地とか、そういうものもありません。強いて言うなら抵抗している八頭川の綺麗ということでしょうか。だからこうやって、昭和を前面に押し出す必要があったものと思われます。次の駅は丹比です。あれで丹比と読みます。隣の駅まで270円というと、えげつない料金に見えますが、実は若狭と丹比は6キロも離れており、割と妥当な金額です。あと日本でたった一つの美で終わる駅でもあります。美で始まる駅もまた、JR 北海道の VIP 駅の一つしかなく、
駅名しりとりをやると絶対にこの2つの駅は並ぶことになります。このことを記念して2つの駅は姉妹駅協定を結んでいるということはありませんでした。ちなみにプで始まる駅はないので、単品が出てきた時点でその次の人の負けが確定します。そういえば前に出したオバマ線の動画で駅舎に理髪店が入っている加藤駅というのを紹介しましたね。実は単品駅には美容院が併設されています。そして切符の販売までやっています。一体どうやって国の登録有形文化財に登録されるような駅舎に美容院が埋め込まれたのか、その経緯を知りたいですが、どなたか知りませんか？次の徳丸駅は若狭鉄道で最も新しい駅です。トイレはあるものの駅舎なんて概念はなく、何もない田園に木の板の舞台を置いただけという感じの、どことなしか北海道のローカル駅を思わせる構造になっています。未踏化デザインの壁が置かれていることは特筆事項ですがね。一体何のために徳丸駅を置いたのか、これだけではさっぱり意味がわかりませんが、実はこの200メートルほど北にそこそこの規模の集落があり、多分そこの人たちが請願して作ったものと考えられます。次の八頭駅では下り列車とすれ違いました。昭和シリーズの長径、青色の昭和号です。現在若狭鉄道は4両の機動車でやりくりしており、うち3両がこの8つのを含む昭和シリーズ、残り1両がさっきのバイクラッピングの列車ですので、ノーマル個体が1台も残っておりません。外れがないというのはありがたいことです。50年ほど前、貨物の鉄道1本だった時代には、2つの旅客用ホーム以外にも貨物用ホームが存在しており、現在はあのようにして昔使っていた古い貨車を招き猫代わりに展示しています。多分多くの鉄オタがまんまと釣られていると思います。あの貨車もまた昭和シリーズの一環として若狭鉄道が購入したもので、関東の貨物駅の端で朽ち果てていたのを持ってきたそうです。招き猫といえば、さっき紹介した蒸気機関車いるじゃないですか。あれ実はつい数年前にショッキングピンクに塗り上げられたんですよね。ピンク SL で画像検索したら衝撃的なものが出てきます。これは何も田舎のヤンキーの大半の人には理解されないセンスの高級車をイメージしてやったことではなく、地図急行がやりだしたことに便乗してやったことです。地図急行には恋山形という駅があるのですが、意外と全国で恋の漢字が使われている駅はそこ含めて4カ所しかありません。うまい具合にやればまだ熱いカップルや夫婦をおびき出す出しに使えるということは、地図急行他3つの鉄道会社とも分かってはいたのですが、どうにもいい感じに流行ってはくれませんでした。そこで西武鉄道が4社合同でプロジェクトを起こそうと言い出しスタートしたのが恋駅プロジェクトというやつです。このプロジェクトで地図急行は何をやったか、恋のイメージカラーといえば、そうだね、ゴキブラウンピンク色ですね。というわけで何を思ったか、彼らは恋山形駅のペンキ濡れそうなところを隅々までピンク色に塗り上げました。緑に囲まれた地図の大自然の中に突如として現れた真っピンクの大不自然は、瞬く間に全国に噂が広がっていき、鳥取の名所の一つにまで成り上がっていきました。これにあやかるべくして、あの SL はピンク色に塗り上げられたというわけです。平成25年のゴールデンウィークの話です。この田舎のヤンキー仕様じゃない恋 SL 仕様は残念ながら期間限定であったため、たった1週間しかこの世には存在しませんでした。ピンク SL 動画の腰つべのコメントを見る限り、不満を言う人はやはり多々いたっぽいですが、個人的にはこのままずっとピンク色であってもよかったんじゃないかなと思います。黒い SL なんてわざわざ若狭に来るまでもなく見ることができますが、ピンクのは後にも先にも若狭にしか存在しなかったわけですからね。黒い SL なんて量産型なんか見てて面白いかなんて広告でも打ったらそこそこ人が来そうな気もします。ちなみにピンクにあやかった商品は他にもありまして、鳥取市だったかの喫茶店ではピンクカレーなんてものを販売しています。普通に罰ゲームに使えそうな見た目をしていますが、この色の元は赤ビーツで、味は至ってまともなのだそうです。飛びまして、ここは早草駅。昭和5年に初めて若狭線が開業した時はこの駅が終着駅でした。そのため乗務員休憩所が設置されていて、駅舎が他の駅に比べて少し豪華です。もちろんこの駅も設備投資がされず、昭和一桁時代の姿をそのままとどめており、登録有形文化財に登録されております。平均して日に50人にも使われないこの駅はもちろん無人駅ですが、かつてはそこの窓口に係員、いや国鉄時代は職員ですか、ぶち込まれてせっせと切符の販売をしたり、右側の窓口では郵便局みたいな感じで荷物の発送とかの手続きをやっていたりしたのでしょう。これはベルが置かれてた場所ですかね。右に目をやると友人だった改札口があります。発車10分前くらいになったら駅員がこの檻に入って、手に持ったハサミで切符を切っていたわけです。すごいですね。もう無人になってかなり経つはずなんですが、大昔の時代の鉄道駅の風景が勝手に頭の中で再生されてしまいます。幻覚じゃないけど制服を着て悪せくと働
職員の姿がはっきりと見えた気がしました。かつてはハヤブサ駅の貨物用ホームだったのかなという場所には、さっきご覧いただいたように青い客車と赤色の機関車が設置されています。赤い機関車は北陸鉄道でつい10年前まで使われていた電気機関車。引退と同時に若狭鉄道に無償譲渡され、あの地に保存されることになりました。この形式はたった1両しか製造されなかった大変貴重な車両です。いつまで経っても綺麗な姿であり続けてほしいですね。青い客車は若狭駅に置かれていたのと同じ12系客車、ムーンライトハヤブサという休憩所というよりはライダーハウスに使われています。今は流行り病のせいで封鎖されていますが、ほとんど北海道でしか見られないライダーハウスが鳥取県のハヤブサ駅に置かれているのにはそれなりの理由がありまして、実はハヤブサ駅は戦前の鉄道駅の姿を残す希少な駅であると同時にライダーたちにとっての聖地でもあるのです。スズキの作るバイクの一つにハヤブサというものがありましてですね、名前が一緒ということでハヤブサ駅にハヤブサで集まろうと誰かが言い出したことで、ハヤブサ駅はスズキハヤブサの聖地みたいな感じになったのです。最初は7台で始まった集会はいつの間にかスズキや若狭鉄道を巻き込む規模になっていき、去年はその集会に2000台のバイクが集まったそうです。若狭駅にいたラッピング列車もそのキャンペーンの一環だというわけです。さて列車は稲葉船岡駅に到着しました。稲葉船岡に限らず一部の若狭線の駅には昔使っていたであろう機械が展示されています。これは大谷式特殊工機、工機というくらいですから多分貨物や手荷物の重さを測っていたのでしょう。この鉄板の部分に荷物を置いて上の機械のこの部分をいじくって使うんだと思います。こういう針タイプの測りが登場する前ってこんなんだったんですね。若狭線の古い駅舎シリーズは今の稲葉船岡で終わり、次の八津高校前は若狭鉄道になってから作られた駅です。この木を前面に押し出したデザインが隠しても隠しきれない水戸岡臭を放っています。どんだけ水戸岡デザインを押してるんでしょうか。若狭駅より30分ちょっと終点の高下に到着します。高下と高校前は 0.9 キロしか離れておらず、その分運賃は安いわけですが、その料金はなんと100円。安さ命のなにわ魂を象徴する、とにかく運賃が安い北大阪急行の初乗りと同額で日本一安い初乗り運賃です。今でこそ1位タイですが単独1位だった時代もあったそうです。隣から因美線の線路が近づいてきました。だいたい半分くらいの列車はこのまま因美線に乗って鳥取まで直通運転をしますが、この列車は高下駅で折り返しです。高下に着くなり間もなく向こうから地図急行の列車がやってきました。私の乗っていた列車にいた人のほとんどが高下なんぞに興味はないと言わんばかりに地図急行の方に乗り込み鳥取へと旅立っていきました。私はしばらく高下終点をうろついていました。皆さんがまるで何もない乗り換え駅かのようにスルーした高下にだって魅力的なものがたくさんあるんです。例えば当チャンネルでは旅行動画を、概要欄から飛べる解説チャンネルでは交通に関する解説動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。チャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。